G650 クロスカントリーのステンベアリングの交換をやってございます。ちょっとハンドルトップブリッジからはね、ここまで外れたとこに寝かせられたんで、はい、ちょっと乗っけてますけどね、はい。いろんなものがつながってるんで、完全に外そうとするともうちょっと大変ですかね。ここまで来るのもね、結構やっぱかかりましたね、時間ね。そうですねかかっちゃった、はい。で、ここですね、見ると分かると思うんですけど、もうね、こう打痕が出ちゃってるんですよ、傷がね、バーッと入っちゃってるんで、かなりある、うん、ボコボコボコ、うん、だから、フリスがもう、ね、ほら、これ全然触ってないんです、切れちゃってるね、切れちゃってるの、ほら、ね、うん、こっちも、まあ、多少はね、残ってますけど、まあ、こんな感じですよ、はい。なので、でこれ、なんですか、これね、なんか種子ですね。まあ、交換ですね、はい。これどこの日本製じゃないのほらね、日本製ですよ、うん、NTN とか多分そういうのを使ってるんですよね、ここら辺のはね。ということで、抜いて、であと前上は見たところ、上は大丈夫ね、上は全然、はい、大丈夫なんですけど、まあセットで変えた方がいいかなと、はい、いうことでね、うん、そう、このこれ自体はそんなに高くないかと思いますよ、 NTN の、うんね、千何本とかじゃないですかね、はい。まあ、企画品でね、普通に売ってますから、その車両専用みたいに作られているとね、そのメーカーから取るしかないので、結構いい値段をねしてしまうかと思いますけど、これ BM13 でいくらするんですかね、そこが知りたいですよね。同じものでもね、やっぱり、純正品みたいなね、正規品みたいなのが下がらないんですよね、はい。それは日本のメーカーのバイクもそうで、正規品っていうとやっぱり高いじゃないですか、ね、輸入車なのにね、全然違ったりするんですよ、はい。ということでですね、ちょっと、はい、これ続けていきたいと思います。外すのはね、これで引っ掛けて、でこうやって叩いてね、こんな感じですね、はい。 G650 クロスカントリーのステン、すんごい軽い。ここもアルミなの。シャフトって結構ね、鉄使ってるんですけどね、だからほらアルミとアルミだから圧入したらだけですね、はい。そうですね。でこれ例えば何でしたっけ、鉄とアルミだと、鉄だと溶接してありますよね、鉄だと溶接してある、うん、で鉄とアルミだと、ね、溶接はできないんでしたっけね、うん、なんで大抵こうピン止めしてあるとか、ボルトで止まってるとか、そんなのがねありますけど、レーシングエースもそうですかね、アルミと鉄なのね。しかも、あ、そんなことないか、これの場合はいいんだ、これの場合は大丈夫なのね。そう、こういうタイプはただ圧入したいだけです、はい。レーシングエースはスクーターで下しかないから、周り止めがちゃんとないと危ないってダメですよね。だからなんかこうね、ボルトで止めてあるんですよ、こんな感じ。それで、このワッシャーを1枚もうね、抜くときやっぱりね、傷つきますよね。これちょっと、平らにしました、はい。そしてこれはもう壊すしかないんで、壊しちゃってますから、新しいやつね、はい。でこれがないから、これがないんで、注文したんですよ。あとベアリング入れて、はい、で戻すということです。お金かかってますね。この場合軽いんですよね。軽いんですよ。160キロぐらいですよ。150キロですよね。チャレンジが150キロなのかな。そんなもんなんしかないんですよ。で、650cc の短期トレーニングでしょ。で、ノーマルよりもちょっとパワーアップしてる。チューンしたんですよね。はい、っていうことは、まあ面白いよっていう、そういうことですよね。そう。これ、知ってる人は、もう、ね、あれなんですけど、いかんせん知ってる人が少ない。さらには、ディーラーの人だって知らないって言うんだから、本当かよって、ねえ、こんなのあったんですか、ねえ、そんなこと、冗談めいてるね。ちょっとね、ちょっと冗談めいてますけどね。そう。あと、結局、形ね、形がなんか、
変な形、別にな、まあなんかパッとしないなっていうね、見方によってはね。BMW っていうエンブレムがついてなかったら、なんだかよくわかんないっていうね、そういうふうに思われちゃう。乗ったことのある人っていうか、持ってる人はね、いやこれいいなって思うと思うんですよ。そのタイプですね。だからまあ見方によってはね、スズキのバイクに近い、全然違う。やっぱ S マークとね、あのね、プロペラのなんかあれでね、 BMW って入ってるんじゃん。ちょっとね、はい、やっぱり BMW っていうだけで、ね、普通のこれバイクとは興味ない人でさえ、あ、BMW だって思いますから、そこが BM のすごいところですよ。 S って入ってもね、あ、オートバイだとしか言われないですからね。あ、スズキだ、すげえってなかなか言ってもらえない。よりスズキに乗ってる人だからね、分かってる人ですよ。だからこれもそうなんです、その類のバイクなんですよ。私は好きですけどね、面白い、乗って楽しいバイクですからね。これがね、チャレンジとかになると、ちょっと普通のバイクじゃないなっていう感じになっちゃうんで、だからまあ、このあたりがちょうどいいんですよね。行き過ぎてない感じですね。チャレンジはもっと、車両がまずないんですけど、チャレンジはもっとないですからね。これに一丁にない。元もそんなにないですよね。だから、これってグリスムになっていいんですかね。どうなんですかね。半永久的にどうのこうの。なんか書いてありましたけど、ダメですよね。ダメになってるもんね。しかもこれ錆びてないのにダメになってるもんね。昔あのセーバーっていうオートバイがあったの。もちろん、うちの動画を見てる皆さんはご存知だと思いますけど、そのセーバーの、それぞれ諸先輩方の青春だよ。とかね、これ出た時にもう、おすげえ、なんか出た。とかね、まあいろんな、あの、あるみたいですけど、そう、なんか、あってバラしたら、サビサビ。ありましたよ。これ使ってましたよ。要はこれね。使ってんのにサビサビなの。ダメだよね。ダメなんですよね。やっぱりね、うん、だから錆びますよっていう話をしてるだけの話なんですけどね。はい、錆びますよ。これね、しかもね、これ大きさ一緒なんですけど、ほら、ここもほら入んないの。硬いの。おかしくないですか。上は普通緩いでしょ。上こうはまってるんですけど、なんか硬えぞって、抜けねえぞって思って。ね。ちょっとこの作りはどうかと思うぞ。入んねえよ。だから最初だけはなんかこうね、やってちょっとこうなんかで厚塗りするのが一番いいですね。厚塗りが一番、うん、あのプレスで入れるのが一番、うん、叩いて入れるのはあんまり良くない、うん、悪いんだよな厚塗りね。なんかないですかね、いい、ちょうどいいのね。これは上にね、向こうに入れる、ね、そして